南石亀は亀木石亀か石亀属に分類される亀。中華人民共和国南部、台湾、日本、ベトナム模式標本の産地は、朝鮮島。最大高潮20.5センチメートル。廃坑は、上から見ると、卵形や、楕円形。C 甲板に、あまり発達しない筋状の盛り上がりがあり。大型個体では廃坑後部を除いて不明瞭になる。個体が多い。 炎寒板は尖らず滑らか。種商名無地化は滑らかなのい。廃校の色彩は、灰色や高褐色、暗褐色。廃校と復興の継ぎ目は幅広い。復興は大型でやや細長い。喉寒板はややと湿し、左右の喉寒板の間に浅い切れ込みが入る。左右の高寒板の間にはやや深い切れ込みが入る。復興の色彩は、黄色や高褐色で、 カンパンごとに黒や褐色の暗色斑が入るが不鮮明になる個体もいる。頭部は中型。上顎の先端は凹む。目の後部から頸部にかけて黄色く太い筋模様が入る。詩は頑丈で、前面には瓦状に大型鱗が並ぶ。尾は太くて短く、やや扁平。詩詩青の色彩は高褐色や暗黄色。幼体では C カンパンと ンパ板にキールがあり、後部円パ板の外縁が弱く尖る。成長に伴い、キールや円パ板の巨子は消失する。オスはメスに比べると肺高が細長く、高高が低い。オスの生態は、復興の中央部が明瞭に凹む。オスの生態は、尾が、より長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排泄口全体が肺高の外側に位置する。 幼体やメスの生体はをまっすぐに伸ばしても、相配接口の大部分が配光よりも内側にある。形体やミトコンドリア DNA の延期配列による分子系統学的解析などから、アンナンガメと単系統群を形成すると推定されている。そのために種でキャサイアミス属を構成する説もある。以前は本種に対応した学名が、エムニグリカンスとされることもあったが、 エムニグリカンスの模式標本が本種ではなく、ト東クサガメと判明したため現在の学名に変更された。ホースジイシガメエムイバーソニーやプリチャードイシガメエム、プリショルディといった主観雑種が誤って新種として記載されたこともある。主に温暖湿潤気候の低地から丘陵にかけての流れの緩やかな河川や地層、湿原、溶水路、水田などに生息し、 低質が泥で、水生植物の繁茂した水深が、やや浅い湿水域を好む。反水性もしくはやや反陸性。溶体は、水生傾向が強く、水場から離れることは、ほぼない。夜行性で、昼間は、水中の泥や落ち葉の中などに潜って休む。曇りや雨天で気温の高い日は昼間にも活動する、こともある。食性は雑食で、魚類、両生類の養成。 昆虫、小型甲殻類、ミミズ、植物の葉、草類、果実などを食べる。生態は陸上でも水中でも採食を行い、水場から離れた陸上で採食を行うこともある。繁殖形態は卵生。飼育下ではオスは水中でメスの上に乗り、獅子を甲羅に引っ掛けながら、頸部に噛みついてメスの動きを止めて強引に交尾を迫った例がある。 イシガメ科の水生種は、オスよりもメスの方が大型の種が多いが本種は、雌雄で大きさがほぼ同じかオスの方が大型のため、メスに強引に交尾を迫る際に有利だと考えられている。日本では6の8月に、水辺の地面が露出したやや乾燥した場所に穴を掘って、卵を産む。飼育下では1回に1から7個の卵を年に、数回に分けて産んだ例がある。 アシュヤエヤマイシガメのアッシュショウミオ,オカミは、ヤエ山ヤマ諸島の方言で、カメのイ。中華人民共和国では、食用や薬用とされることもある。道路建設や、宅地開発、農地開発、護岸工事による生息地の破壊、生活排水による水質汚染、食用や薬用、ペット用の乱獲などにより、生息数が激減している。2003年に、 ワシントン条約付属書通に掲載された。近畿地方の個体群は1920の1930年代に台湾から移入された記録があること、形態が類似することから台湾産の個体に由来する可能性が高いとされる。各地で逃亡、遺棄されたと思われるアジュヤエヤマイシガメの発見例があり、在来種との交雑による遺伝子汚染が懸念されている。 輸乳個体群である可能性は高いものの1983年に、京都市では天然記念物に指定され、最終、飼育は厳しく制限されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主にアッシュやエヤマイシガメの野生個体が流通する。元アッシュの流通は少なく、滋賀県産の野生個体が流通することもあるが、 ワシントン条約付属書通に掲載されてからは、輸入がほぼ停止したため飼育か繁殖個体が少数流通する。水場を広く取ったアクアリウムで飼育される。野生では夜行性だが、飼育下では昼間にも活動する。餌付きやすい個体が多く、飼育下では配合飼料にも餌付く。産卵数が少ないが、飼育か繁殖例も少なくない。 協調性が悪くた個体に噛みついたり、特にオスは雌、ゆ、他種を問わず強引に交尾を迫るため基本的に単独で飼育する。ありがとうございます。